このお化けのばあちゃんがマリオの師匠ケロか？なんでそれをもっと早く言ってくれなかったケロか？てか師匠なんていたケロか？だから言ったろ、おたまじゃくし君を復活させるヒントを探しに行くって。師匠にそのヒントを聞きに来たのさ。それも先に言ってくれケロ、危うくお化けのばあちゃんに食われかけたケロよ。さっきから失礼なカエルだね。やはりステーキにして食ってやろうか。やーだ、助けてくれケロ。それはさておき、マリオ久しいね。変わりないようで何よりだよ。師匠も相変わらずですね。魔法の深淵なんて覗くもんじゃないよ。ところでこのカエルは一体なんじゃ？お前さんの弟子か。マリオはオイラの声をイケボにするために日夜頑張っている、まあ大したやつケロよ。君一体どの立場の人だケロ？お前さんの元にいるんじゃったら歌うカエルも特進が言ったわい。さあこんな外で長話もなんじゃ、うちに入りんさい。入っても大丈夫ケロか？お化け屋敷じゃない。問題ない。はよ、入りんさい。お化け屋敷じゃないなら、ホーンテッドマンションかも。ごちゃごちゃとうるさいね。早く入らんか。ギャこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしますけど、わあ素敵なお住まいケロな。とはならんケロ。やっぱりここはお化けの家だったケロ。ひえへへ、助けてくれ。ヘゲット君、彼らは害のないお化けだから大丈夫だよ。お化けに害もヘチマもヘッタクレもないケロよ。いやー、でも誰か背中を触ったケロ。うるさいね。今紅茶を入れてやるから静かにしておれ。でマリオよ、今回は一体何が聞きたい？実は折り入って相談がありまして。ふむ、魔法を取り戻す方法か。膨大な魔力を取り戻すとなると一朝一夕ではいかんぞえ。オイラの友達がずっと目を覚まさないケロよ。魔法のばあちゃん、なんとかしてくれケロ。ま、方法がないわけじゃないね。ケロ、ほんとケロか。ただし、教えるには条件ってもんがあるよ。ケロ、条件、ケロ。で、裏庭に来たけど、一体何が始まるケロか？畑仕事を手伝ってもらおうと思ってね。畑仕事。へえ、魔女も畑仕事なんてするケロな。でもそんなの、魔法でちょちょいっとできないケロか？なんでもかんでも魔法を使えばいいってもんじゃないんだよ。手塩にかけて育ててやるから美味しく育つんじゃ。へえ、なんだか意外ケロな。で、オイラは一体何をしたらいいケロか？お主は向こうの畑に行って、動物が食い荒らさないか見張っていてくれ。そんな簡単なことでいいケロ？もうなんか余裕すぎてオイラへそで茶が湧くケロよ。君、へそないけどな。ケロ？というわけで、隣の畑とやらに来てみたケロ。でもただ見張ってるだけじゃ暇すぎるケロな。よし、せっかく時間もあることだし、新しい声の魔術を教えてあげよう。ケロ、それはナイスアイディアケロな。で、今回は一体何をやるケロか？では今回は、ヘッドボイスという声の魔術について教えてあげよう。ヘッドボイス？一体何ケロそれは？ヘッドボイスというのは、頭に声が響くことだよ。ケロ？頭に声が響く？今あなたの脳内に直接語りかけていますみたいなやつケロ。一体そういうのどこで仕入れてくるの？ではまずはマッサージをしてみよう。マッサージケロ？そう、首の周りと
頭の横をしっかりマッサージしてみよう。ケロ、聞くケロ。日頃の疲れが取れていくケロ。そんな疲れることしてないだろ。ケロ。でもマッサージなんかして一体何の意味があるケロか？人間を含め脊椎動物というのは首と頭のつなぎ目が硬くなってくるとうまくパフォーマンスを発揮できなくなってくるんだ。ケロ、それってつまりどういうことケロか？まあ簡単に言うと首が硬いとうまく歌えないっていうことだな。ケロ、なるほどケロ。そして言葉の発音には実は顎や口だけでなく側頭部の筋肉も使っているんだ。だから側頭部に溜まっている凝りだったり疲れをほぐすことによって硬くなってしまった声をもう一度柔らかくすることができるんだな。ケロ、なんだか難しい話になってきてちんぷんかんぷんケロ。それとヘッドボイスっていうのと何の関係があるケロか？マッサージは準備運動みたいなものさ。本題はここからだよケロ。声の魔術ヘッドボイス、そのためのトレーニング方法は、目をしっかり開けて歌う。目を開けてしっかり開けて目をしっかり開けて歌う。そうすると一体何がどうなるケロか？まず顎を引いてごらんケロ。そのまま首の後ろを伸ばしてケロ。そして眉間にシワができるぐらいしっかり目を開くケロ。これ以上開かないケロけどな。顎を引き首を伸ばし目をしっかり開ける。そのまま歌うと、なるわけだケロ。めちゃめちゃ響いてるケロな。コツはびっくりしたように目を開けることだよケロ。びっくりしたように開けるケロ。ただヘッドボイスの練習をいきなりやってしまうと首や顔の筋肉を変に痛めてしまったりするから、まずはしっかりマッサージすることが大切なんだケロ。なるほど、それでさっきのマッサージケロな。マリオ、ちょっと来てくれんか。荷物を運ぶのを手伝ってくれ。はい、ただいま。ヘケット君、ちょっと行ってくるから君はここでヘッドボイスの練習をして待っていてくれたまえ。ケロ、わかったケロ。行ってらっしゃいケロ。顎を引いて首を伸ばして目を開ける。これでも精一杯開けてるケロ。オイラのこの感じで伝わってるケロ。今めちゃめちゃ目を開けてるケロ。伝わってるケロ。おでこにシワができるぐらいびっくりしたような顔で目を開くケロよ。画面の前のみんなもやってみるケロ。びっくりしたように目を開くケロ。顎を引いて首の後ろを伸ばしてびっくりしたような目で歌うと、声が変わるケロ。なかなかすごいけどな。マリオが戻ってくるまでにもう世界的な歌手レベルでオイラ声を磨いとくケロ。はあ、マリオ全然戻ってこないケロな。しゃった。ヘッドボイスの練習も飽きてきたけど、他にやることもないし、野菜でも食ってみるかけど。よいしょ。むしゃむしゃ。もぐもぐ。なんだか絶妙によくわからん味けどな。そうそう。思わずうなってしまうような難しい味けど。うるさいケロな。お前も食べたいケロか。よし、どうぞってケロ。お気づきになられただろうか。カエルの隣で人影がこちらを恨めしそうに見ているのだな。難しい味ケロ。うるさいケロな。お前も食べたいケロか。よし、どうぞってケロ。スーパーマリオ知ってます？超有名な任天堂のゲームですけど、あの中に出てくる効果音が声の響きを良くするのにね、すごく助けになってくれる。魔物が出たケロ。一体どうしたらいいケロか。確か魔物は
歌を聞くと眠ってしまうはずケロ。よーし、頑張って歌ってみるケロ。あーしーあーまでを、あ、怖くて震えてうまく歌えないケロケロ。一体どうしたらいいケロか。そういえばオイラが子供の頃、お化けが出たら歌う曲があったケロ。その曲でもう一回チャレンジするケロ。口を開けて、喉を開けて、お腹に息を吸って歌うケロ。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、寝ぼけた人が見間違えたのさ。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。どうケロ？ふっふー、お化けを撃退してやってケロ。って、あれ？ケロ！あんな大群が来たら、おいら、食われちまうケロよ。もしかしてヘッドボイスなら、あそこまで歌が届くんじゃないかケロ。怖いけど、杓子を救うためケロ。おいら、頑張るケロよ。顎を引いて、首を伸ばして、目を開いて、歌うケロ。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、寝ぼけた人が見間違えたのさ。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。ケロ、やったケロ。ヘゲット君、大丈夫かい？マリオ来るのがいつも絶妙に遅すぎるケロよ。突然変な魔物が襲ってきたケロ。ふむふむ。あ、魔女のばあちゃん、これ見てくれケロ。この辺りでは見かけん魔物じゃな。人里に降りてくるとは、酷暑で自分たちの住みかの食べ物がなくなってしまったのかもしれんな。しかしあの魔物の群れを相手によくぞ逃げずに退けたもののじゃ。お前さんの友情が本物であることはよくわかったぞ。して、ヘケットよ。ケロ、何ケロか？いいじゃろ、いいじゃろ。お前さんに魔法の取り戻し方を教えてやろう。ケロ、ほんとケロか？マリオ、なかなかいい弟子を取ったようじゃな。お前さんがつけた修行の成果、よーく出ておるようじゃ。恐れ入ります。ではヘケットにマリオよ、よーく聞くのじゃ。魔法を取り戻す方法。